どうも、真です。白井です。今、インドにいるわけで、これからね、もう今夜、インドから帰る日本に ね。最終日ですね。白井さんが待ち望んだ帰国今回、久々に私たちバックパック旅行、僕は久々ですね。白井さんは海外っていうのでやれば初めて、ね、そうですね。ですね。いろいろ私もね、こうあれ持ってきたらよかったな、久々だったんでね。白井さんもちろんね、初めてだったんで、あれ持ってきたらよかったな。いろいろあれ、これ、ありましたね。なんでそれについてこれからインド旅行される方、またね別にインドじゃなくても他の海外にバックパック旅行される方でこれがあったらもっとよかった、これは意外と必要じゃなかったっていうものをね、ちょっとね白井さんと反省会を交えて話していきたいなっていうふうに思っております。白井さんどうすか、全体的にこれがあったらよかったとか。小野田さんが慣れてるんで結構頼ってる部分が大半ですけど、いやそんな、まあ、個人で言ったらやっぱり風邪薬しか持っててなかったんで、やっぱり下痢止めとか胃腸薬とか一通りちゃんと用意しておけばよかったなというのが。なるほど。で試合さん、僕あの初めて知ったこの旅行したんで、そんなに体あれっすよね。バスケットやってるんで、はい、結構まあガタイもね僕よりでかいですし筋肉質っぽいんで結構ね強いと思ってたんですけども、デリケートですよね。デリケートなんですよね。昨日も、ね、実はカメラ撮ってないところでこっそりね、うん、もうインドいいやってバーガーキングで食べに行って、絶対当たるわけないだろうと思ったらね、ホットバーガーみたいなの食べたら ね、めっちゃ香辛料で、ね、ホットチキンみたいなの食べたらその日にお腹壊しまして、多分香辛料かなんかがダメやったんでしょう ね、辛いやつが、うん、いや僕もちなみに、ね、結構やったんで、ね、は結構まさかみたいなところであるんで、だからねちゃんとそういったのを持ってきた方がいいかもしれないですね。僕がこうね試合さんに行ったら旅行する前で基本的にもう荷物はね現地でも調達できるんで少なくしてくださいっていう、やっぱりでもバックパック旅行って少ない前提の方が良くないですか。そうですね、やっぱり移動すぎるとカバンも重くなるし、それは結構じわじわ効いてくる感じですね。白井さんなんか1日ね最初は調子良くてこのカバン背負ってねトランジットの中国とか旅行してたんですけど、途中でね肩も痛くなったりって感じだったんで、やっぱり荷物っていうのは最小限を前提した方がいいんですけど、やっぱインドにしか手に入らないものっていうのもなんかね、まあちょっとこれを今から話していきたいと。他にじゃあ白井さん、あのさっきは薬だったんですけど、どうですか。そうですね、パンツとかだから下着類とかは今回は200分ぐらい、200だから最初入ってたやつともう1枚は持ってきてたんですけど、はい、結果的に北京で100均みたいなところで買ったんですけど、どうですか、もっとあった方が良かったですか。3、4枚ぐらいはね、普通に持ってきて、一応ね今回だから洗剤を私は持ってきて、うん、あのこんな感じのやつで、例えば1泊だとちょっと厳しいんですけど、2泊とかするときに初日にまあもう洗剤でこうね部屋干しとかもすれば、まあ、もしねどうしたか先輩ちょっと1個ぐらいあげたと思うんですけど、はい、洗剤もいりますね。なるほどな。というわけでやっぱりこうやって小分けのやつね、うん、あ小分けの、そうこっちのやつだとスーパー行ってもあのでっかい箱のやつしかないんで、結構こういったやつは日本っていうのは本当にねいっぱい充実してるんで持ってきた方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。それで結構じゃあIT 機器類でこういったなんか iPhone のケーブルとかモバイルバッテリーとかってもう白井さん持ってきたと思うんですけど、やっぱそれは必要でした。バッテリーは必要ですね。1日外出てたらやっぱり、特に iPhone だと結構充電なくなるのが早いんで、結構古いやつだそうですね。携帯っていうのはやっぱ GPS も別に SIM カード入ってなくても使えるんで、だからもうね今は海外旅行には必須のアイテムと、持ち歩いてない人はさすがにバックパッカーでもいないんじゃないかなと思うんでね、やっぱりモバイル関係はあの持ってきた方がいいですね。あのちょっと試合であれ取ってもらっていいですか、あの、ね、コンセントです。それで結構ね今回の旅であのすごい、まあ、白井さんと僕が持ってきたやつなんですけど、重宝したのがこれのアダプターで、まあ、これ挿せばね、うん、あのいろんな変換アダプター、インドはこんなタイプで挿すやつなんですけど、こんな、ね、タイプ C ってやつですね。結構ねここに USB ポートとかあと AC コンセントとかあって、これも1個コンセント挿せばね3個も4個もね寝てるうちに充電してね、朝になったらモバイルバッテリー、これはかなり便利です。ぜひともね皆さんこんな感じでモバイルバッテリーとかも一緒に本当にこれも持ってきた方がいいとは思いますね。これなければやっぱり厳しいですね。だから白井さんあれっすよ、電池管理はねもうちょっとねそうですね、iPhone の充電器ぐらいしか持っていけなかった。そうです、ね、あとモバイルバッテリー、これはね結構でも現地でも調達はできるんですけど、やっぱり日本の Amazon とかの方が安いんで、うん、また他の国とかでも使えるんでね、長持ちもしますし絶対日本で買った方がいいです。こちらもおすすめしますと、あとは何かあるかな、袋とかも
あーそうですね、3枚ね。今回ビーチとかも行って着終わった水着とかタオルとかビニール袋に入れて持って帰ってきました。結構だからこっちでスーパーとかで物買ってもはいじゃあそのままみたいな物だけですから ね、コンビニみたいで、ね、ビニール袋くれないとこも多いですからね。で結構ねビニール袋くれてもなんかねこれも多分現地でもらったやつと思うんですけど、もうねこんな感じですぐもう破れそうな感じでね、もうめっちゃこれとか穴開いたりとかしそうな感じなんで、日本のなんかセブンイレブンのやつとかめっちゃ強いですもんね、しっかりしてだからあれをもう余分なぐらい持ってるのがいいと思います。あのね結構助かる。結構ねジャケットとかもまあねこう寒いとこね飛行機の中とかあと移動とかの時にどうしても寒いシチュエーションも暑い国に行ってもねあるんで、これもね今回インドの旅行だからとか行ってなんか半袖しか持ってきなかったら多分痛い目にあったと思うんですけど、そういったのが意外と必要かなっていうふうに思いますね。あとね今回まあ短パン持ってきたんですけど、こんな風にこの間僕のズボンで申し訳ないですけど、長ズボンがね結構川とか行ったんでね、短パンで歩いてたら多分すごい噛まれてたと思うんですよね。そうですね、外を歩くときは結構短パンのことが多かったですね。あれですよね、あの外だと 長いズボンを、あ長いズボンですね。で部屋だと短パンみたいな、だから、ね、短パンもね部屋だとやっぱり楽なんで、それはもう部屋用っていうのを持ってきた方がいいんですけど、長ズボンも必要かなと。ただズボンはそんなにもう短パン1個長いズボン1個もう1本1本ぐらいでいいと思います。下手になるな、ズボンって別にね何日着ててもそんなにねあれですから、2本とか3本とか持ってきたらすごい負担になるんで、ね、それは持ってこない方がいいとは思いますね。そんな感じかな。で、ね、今ざっくりね旅で必要だったものいらなかったものとかね喋ってるんですけども、どうですか試合もこれぐらいですかねとりあえずは。そう思うんですかね。多分ね、でもね、他にもいろいろところどころでもっとこれがあったらよかったなとかね、いうのあったんで、あとね、メガネとかしてる人は、コンタクトとかしてる人はコンタクトもね、必ず余分に持ってくるぐらいがいいと思います。なくしたりとかね、する可能性もあるので、もう目が見えなかったら本当に何もできないと思うんで、しかもこっちも気軽になかなかね、あのコンタクトレンズっていうのは手に入らないと思うんでね、うん、そこら辺はちゃんと日数分とかね、メガネとかね、考えて持ってあと忘れですあのイヤホンとか意外とちゃんと持ってきてったらよかったなみたいな。結局現地で何かを買おうとして空港とかで空港とか結局バタバタして結局買えなかったよ、ね、だからバタバタしてちゃんと用意してた方がいいですね。だから当日じゃなくてせめて前日にちゃんとねもう出発前にモバイルバッテリーもフル充電して、ね、あの必要なもの全部買って、ね、ユニクロとかでも全然いいですし、それであの旅に挑んだ方がいいと思います。たださっき矛盾してるような感じなんですけども、それでもやっぱり最低限のものしかね持ってきた方がいいと思う。やっぱりこれね本当にセルフが重いんでね、今回はあの僕のやつは50リットルのやつなんですけど、これで、ね、10日間ぐらい旅行してたんですけども、結構まあまあいい感じでしたね、うん、だいたいバックパックといったらこんな感じのものが、ね、一緒ぐらいの大きさのものが多いと思います。こんな感じでちょっとざっくり話してみたんですけども、まあ、皆さんと、ね、今後バックパック旅行する人の、ね、あの参考になればなっていうふうに思っております、まあ、皆さんぜひとも、ね、あのコメントで、あ、ちなみに、はい、あ一つ忘れてたんですけど、これはどうですか、これは。あ、トイレットペーパーいりますね。これもう必須ですよね。白井さんさっきも使っちゃったんですけど、これ結構、ね、ゲストハウスとかにもなかったりするんで、それしかもね、あの公衆トイレ、インドは結構意外と多いんですけども、まあ、トイレね、紙がないことが多いんで、こっちは手のウォシュレットですからね、これもね、意外と必要なんで、ぜひとも、別に、ね、これはね、現地でも手に入ると思うんですけど、日本からポケットティッシュとかあの持ってきた方がいいと思います。すね、というわけで、あの皆さん、はい、他にね、バックパック旅行された方で、これが意外に必要だみたいなことがあるか、コメントいただければと思います。はい、今回はインドの持ち物について、ちょっとお話ししてみましたので、ぜひともね、高評価、チャンネル登録します。あとインスタグラム、ツイッター、ブログやってますので、ぜひともね、フォローとチェックお願いします。こんな感じで今回インドからお届けしました。それでは試合さん、あとさっきの話なんですけど、はい、歯ブラシとかどうですか、シャンプー。歯ブラシシャンプーですね。そう、白井さん持ってきてなくて、あのそうなの、俺何も持ってきてない。そうっす、何も持ってきてないです。白井さんは何が入ってるんですかね、この中にね。とりあえず太鼓とクリケットは入りますけど。そうですね、はい。というわけでいいオチをもらいました。白井さん、もう一つ思いつきました、はい、あのデイバッグはどうですか。はい、リュック、リュック、まさにそれ。というわけで、あの白井さん今回はバックパックオンリーで来てたんで、だからさっきのね肩痛めるみたいなね、一つしかないんで、バッグが
なったんですけども、こんな感じで、ちょっと待って、こういうバッグはね絶対バックパックとは必要で、まあ、こっちは本当に移動の時の荷物を持ち運ぶ、それでこっちに関しては2泊とか3日とかね、長期で滞在する際にその日に観光する時に持っていくようなバッグ、これがあればね軽くて便利なんで、やっぱりこう白井さんね、あのボストンバッグみたいなの持ってきてたんですけど、やっぱ肩が一番楽なんでね、持っててねすごいね負担が少ないんで、ぜひともあのバッグにしてください。あのいろいろねタスキ掛けのなんかやつとかもあるじゃないですか、ちっちゃいバッグとか、あれもねそんな荷物入らないんで、やっぱり古典的なあのこの普通のスタンダードのね長くみんながね使っているバッグが個人的にはすごいおすすめです。というわけで補足2でした。